ないんだ。あ、そういえば君も憲法家だったっけ。確か君のは八極拳って、ん？八極拳と八極政権ってどう違うんだろう。それはもちろん。あれ？そうだ、その違いをこの戦いで探してみるっていうのはどうでしょう。シェルミンさん、復活したあなたたちがどんな悪事を企んでいようと、絶対に私たちが止めてみせます。悪事だなんてひどい。私たち大会が楽しいから参加してるだけなのに。そんなひどいこと言う子はお仕置きしちゃう。A girl who can slip in between dimensions. The eternal psychic idol makes her entrance. Athena Asamiya. 皆さん、応援してくださいね。ねえねえ、キングさん。彼氏とはうまくいってる？いつもうやむやに終わっちゃうじゃない。今回こそデートの約束くらいしときなさいよ。要は彼氏じゃない。それにってデートなんて。からかんじゃないよ。くだらないこと言ってないで、さっさとかかってきな。やっと追いついたわよ、アンディ。私が勝ったら、そうね、いろいろあるけど、大会後に私へプロポーズするってのはどうかしら。さあ、愛の誓いの内容を考えておいてね。マイ、公衆の面前でそういうことを言うのは。大体そんな大切なことをその場のノリと勢いで約束するべきじゃないだろう。She can charm any man on the planet. The Shiranui style ninjutsu successor herself. My Shiranui. Shiranui の炎をたっぷり味わってね。ユリちゃん、さっきもテレビ局の人間に声かけられとったな。ワイラの自慢の看板娘が世界デビューすんのも時間の問題やな。自慢の看板娘だなんて、褒めても何も出ないよ。もう、じゃあゆりちゃんの世界デビューへの第一歩として、ロバートさんもバビッとやっつけちゃうぞ。先に言っとくけど、全然鈍ってないからね。お兄ちゃんは知らないだろうけど、バイトしながらきちんと自主トレ続けてたもん。親父から聞いてるぞ。バイト終わってから1時間か2時間だろう。しかもバイトが忙しかった日はサボりがちで、週に2、3日あればいい方。以前の修行量の半分以下だな。いや、そのお客さん多くてホールが忙しい日はまあとにかくゆりちゃんの実力ビシッと見せつけちゃうから。She's a cute and bubbly karate girl, but her talents are said to be limitless. Yuri Sakazaki. Yuri-chan, ビシッと決めちゃうぞ。